この場合の論議になってきたことについて、一応今日 の、 あの資料の中にありますので、まあ、あのそこは皆さんにちょっとどうしましょうかね。それで読み合わせ、ちょっと読み合わせで確認していたらどうかなと思って、ね、よろしいですか。はい、そしたら、はい。はい、それで、まずあのプレスリリースは大体今日の新人 の、 あのが何を課題にしてるかということを書いてますので、じゃあこれからちょっともう順番にプレスリリースから読むんですか。はい、はい、でちょっと私が読みます、はい、そしてあのまとまったらちょっと説明してくれて、はい、うん、1ページ1ページ読み直してからやる人ってもワンフレーズですよ。ワンフレーズごとに、うん、その方が分かりやすい。はい、じゃあプレスリリース読みます。じゃあこれからあの鮫川汚染問題を考える会の第6回の新人に向けての勉強会をこれから開催いたします。ではそれで私が読みますか。はい、じゃあプレスリリース。鮫川村仮処分請求起訴。契約書なしで指定廃棄物の焼却システムの操業中止はいつに予定しているのか、この点も注目点です。はい、これで以上ですね。はい、次もです。今回の要点ということなんですけども、一つはとにかく延期したということですよね。決心が延期された。で4月の15日に決心ということになっています。でこれ裁判いろいろ経験したことがないとよく分かんないんですけど、皆さんにそれはもうしょうがないんですけども、僕が経験した範囲では原告側ですよね、住民側が押してる、内容的に押してるときはこういうことがよくあります。でつまんない主張を、まあ、繰り返してるときはバーンとも切られちゃうんですよ。もうそろそろ終わりましょうっていう感じで、要するに裁判の意味は、行政が、まあ、勝手にむちゃくちゃやってることをですね、住民側が、まあ要するに異議申し立てするわけですよね。で普通の行政の交渉と違ってですね、双方の主張が文面としてちゃんと残っていくわけですよね。で その意味できちっと住民側が主張していくと、噛み合うような形で主張していくとですね、向こうとしてもその裁判所が行政側の肩を持つということはまあまああるんですけども、それにしてもですね、一応筋道を通さなきゃいけないかとか、そうすると、まあ、今回の場合一番大きかったのは廃棄物資源循環学会で の、 宮古の、岩見、医師の発表論文の中でここに書かれているように、放射性物質サメカの実験データを使って計算するとバフィルターで53から78%しか除去されていないと。で彼がその中で発表しているわけです。要するにこの結果から言うと 20% はですね、待機中に燃やした放射性物質の 20% は大気中に放出されているんじゃないかということを学会で報告しているわけです。で裁判で使う資料としては専門家の大学の先生の研究発表だとかですね、そういう専門家の指摘、その他
そのこういう学会での発表というのはですね、一番やっぱり大きな力を持つことになって、でこれに対して言われっぱなしになって、環境省が何も反応しないでですね、そのまま幕閉じた時に環境省の軍配をやるっていうのはなかなか難しくなるんで、あのこれについて反論するのことはありませんかっていうのが今回伸びた一番の原因だと僕は思っています。ただ二回増えたっていうのはたまたま決心後にあのリアルさんの論文の基礎データについて提出するということにしていたので、じゃあその提出の日にちを5月25日までというふうにして、それを見て環境省が意見を書きましょうというふうにしたので、そのついでとばかりに2回延びちゃったということです。でその他に第5回の新人の中で分かったことは、契約書をようやく提出してきたんですね。今まで契約書自体を見せなかったんです。普通に考えたらですね、ありえないことですよね。向こうが、18名の地権者のうち16名の確認を取ってるって言ってたわけですよね。で、その確認取ってる契約書の写しすら出してなかった。要するに信用してくださいっていうそのレベルです。ところがこちら側その彼らが16名取ってるっていううちの4名はすでに登記簿に掲載されている地権者の名前としては4名がお亡くなりになっていると、そういうことを指摘してたわけです。で今回ようやく出してきて名前を見たらですね、ちょっと興味があったのは、亡くなった人の名前で書いていたのか、それとも相続人のうちの一人で書いていたのか、そこがちょっと興味があると思います。で亡くなった人の名前で書くとですね、幽霊が書いたことになるので、多分新聞記事になっちゃいますよね。それで相続人のうちの一人の可能性ですよ。その人たちの名前で契約をしていた。でこれはめちゃめちゃに大変なことです。というのは地権者として証明してるわけです。契約書は私は環境省に貸すのに同意しますっていう契約書だけど、権限持ってない人間がその同意しますっていうふうに証言してたと。何をやってるのっていう世界です。まあ、これも本当に驚きです。どっちかなって言ってたんですよ、4名。例えばお子さんが5人10人いればですね、権限は5分の1、10分の1当然なるわけです。そのまま平等にやったと、相続したと。まあどっちにしろですね、登記簿に記載されていない名前で契約書を交わしていたっていうのは普通役所としてはありえないんですよ。それでずっと16名って言ってきたんですから、当然これはアナウンス効果がありますからね。実際に当時は311以降の翌年ぐらいの24年なので翌年なんですよ。工事が始まったのは、ね、平成24年、2012年なんです。12年の11月なんです。工事が始まった。みんな、もう
汚染物を大気放出するようなやつは嫌だっていう感覚があったわけですよね。そういう中で取りまとめていったのは、みんなが賛成してるからお前も賛成しろっていうやり方を多分取ったわけです。それで宗則さんの場合はどう考えたってあの人は賛成しっこないから、最初から偽造しようと同意書偽造してたわけです。そういう流れの中で16名の確認取りましたっていう。でそれも工事開始が平成25年の11月に工事の開始になって、サメ館のね焼却炉の工事を開始したのが11年で、もっと搬入炉とサメ館村の仮置き場の工事は24年です。24年の、確か6月だったと思う、工事開始。で、サメ川村も、住民に同意を取っていなかった。この環境省の本体工事も24年の11月に始まりながら、契約を取ったのは翌年の3月です。契約もするんだ。これもよく言われてるんですけども、行政官庁でこんなことすることないんです。契約書は取ります。で、その間はですね、契約取らないで工事にも入っていた、そういう結果だったんです。まあその中で16年取ってたっていうのがそういう実態だったっていうことで、で今回もう一つ分かったのは、その間ですね、最初は日立造船、環境省から請け負っていた日立造船が地権者に働きかけて契約書を取っていた。で途中で環境省に契約を変えています。なぜ環境省に契約を変えたのかという、こういうのも一つ一つ理由がありましてですね、日立造船が工事を進めているときには農業委員会の許可を取らなきゃいけない。あそこは牧場で農地なんです。農業委員会の許可を取らなきゃいけない。でそれが農業委員会の確認を取ってなかった。で農業委員会の確認を取らないでですね、農地にああいうものを建てるっていうことが許されるのは唯一国家がやるときだけ許される。それで慌てて、まあもともと環境省の事業なんですけど、環境省と契約を結んで、その一番初めて契約書交わしたっていうか、書いたっていう時にも、その日立造船の人たちはそういうことは分からなかったっていうことなんですか。多分ですね、反対する人がいないと思ってたんです。大体そうです。最初だけが大体そうの問題で、最初クリアしちゃえばもう反対は出てこないだろう。いや、その本当に行政人がやるひどい、まあ、今回のようなひどいやり方っていうのはですね、多分歴史に残るぐらいのひどいやり方で本当になんでこういう国交省だとか、する国交省っていうのは、まあ、旧の建設省ですよね。ダム建設だとか道路建設だとか空港だとかっていうのは国交省やってますよね。多分こんなひどいことはやらないんです。だから地上げ案も真っ青ですよね。なんで地上げ案が働くかって言ったら、契約書を取るために地上げ案が脅したりすかしたりして、ね、この契約書をサインしないとってやるわけですよ。彼ら契約書取らないんで偽の偽造書を作ったりとか、ね、こういうことやってたわけだから、
仕上げの時にヤクザが来るんですけど、ヤクザも真っ青です。それで今回のあれでひどかったのは、最終的に出してきた契約の期限が一番最後のね、今年の3月31日で終わってるんです。で当然もう4月1日以降、第5回の新人は4月の15日だったんで、その時には普通はですね、もう4月に入ってるんだから、4月の新たな契約書はこうですって出しておかなきゃいけないのに出しておかなかった。だから裁判所の前にですね、今無権利状態で使ってますっていうことを堂々と宣言したんです。でそういうふうになってるっていうことすら多分彼が気がついてないっていうか、そのぐらいの能天気ぶりです。だから今回大事で、契約書なしで指定配給数の償却料実証実験になると、あの今回ですね、坂本弁護士が要請出して原本出せっていうことを要請してるんですけども、その今無権利状態になってるっていうことに対してどういう返答してくるかなっていうのはちょっと興味のあるところです。で、なんでかっていうと、その最終の期限をどういうふうにしてるかなっていう、はい、でちょっと意味に入ってると思うんですけども、サメからの焼却の実証実験の焼却はですね、今年の7月末で終わるっていう話になっているので、それが契約者としては、ね、いつまでの契約書にするのかな、まあ、そこらがちょっと今回、原本のを見た上でどうなるのかっていうのがちょっと今回の第6回新人のちょっと注目点です。はい、そのことも裁判所でもまかり通ってるってことなんですか？いや、まかり通らないと思います。でも今までもこの4回5回ってやってきたしてるね。はい、そういうのっては分かった、今分かったの、はい、これからその中身は明かしてしまう。そうなんですよね、契約書を出してこなかったんですよ、ね、だからそれは不思議なの、それはそう。それでその議論を実はやってたの、契約書出せって言った時に最初の段階で文句つけてないんだから、もう一回文句つけてないんだったらそのまま通るんだっていうような主張をやって、裁判官にそのあまりにもひどい主張に対してちょっとたしなめられるっていう経過があって、前回コピーもらいましたよね、はい、嘘つきのなんか契約書じゃないけど何でしたっけ、あれみたいな契約書みたいな偽造論、あれをこう検察官がそのままこれでいいんだみたいな文面もありましたよね。ああいうことから裁判所は、日立は環境省は嘘ついてそういう契約書だって、契約書と契約者との間になくてもいいみたいな進め方ってあるんだって、私はちょっとそういうふうに見てたんですけど、そういうのが今回の論点っていうか、そういう大火騒ぎになってないんですよね、うん、どういうことかって言ったら、環境省はどういうふうにそういう問題に対してどういうふうに答えてるかって言ったら、サメ川村がやったことであって環境省は預かり知らないことだって言ってます。だけど今回の書面の中でそのこともちょっとついてるんですけども、そうは言ってもサメ川村が作った仮置き場だとか搬入路を使ってるんですよ。そしたらその使い方はね、業界も取らないで勝手にやってたやつをそれでよしとするのかどうかっていう、そういうことは尋ねてるんですけども、それは関係ないっていう、自分たちには関係ありませんっていうようなひどい対応をしてます。今分かんなくなってきます、普通契約者
契約書っていうか、はい、まあ、見せてもらえなくても、契約した人って、サインした人は、まあ、16人中、まあ、半分ぐらいは本当にその人が書いたとして、その人たちお金もらってるから、それでもういい、どうぞみたいなことだった、だったっていうこと、そういうことですか、今の状態。あ、そうね。それはないけど、お金がもらってますよね、この人たち。この一番大きな議論の中で、管理行為か処分行為かっていう話があるんです。もともとここの文字は18人の道路からこの一角作って焼却炉、ここに焼却炉を作ってるわけですよね。それでその牧場の中にこういう焼却炉を作る行為は、そもそも農地を他のものに変更する、処分行為だということ。だからこの処分行為をやるときには、18名の全員の了解を取らなきゃいけないという、法律上、民法上そうなっている。ただもう一つですね、もしこの牧場をですね、農地を、例えば今まで牧場だったんだけど、畑にしましょうとか、何か木を植えて、そこで、果樹園にしましょうとか、そういう話の場合は農地を農地として使う、これは管理行為で、この場合は地権者の半分の了解でいい。だからそれがそもそも、だから船野さん一人の訴えで、やっぱりこれをチェックできるっていうのは、これ処分行為をやってるから、だから全員の了解を取らなきゃいけない。そういう、それがまあ大きな理屈だったんです。で、向こうは、これは、暫定的にやってるんで、元に戻すんだから、期間を区切って元に戻すんだから、まあ、別に変更してるわけじゃないんだから、管理行為にあたって過半数の了解を取ってればいいんだっていうふうに言ってた。で、過半数って言ったらまあ9人じゃないですか、10人なのかな。それで16名取ってるから文句はないでしょっていうのが彼らの意見。でもその16名のうちの4人はすでに死んでるでしょ。そう。だから胸のおじさんともう一人反対してるでしょ。はい。6人減らすと、12人。それで、あと、今回3月か何かにもう一人の地権者の方が亡くなったっていうのが分かったんで。で、ご飯数たくさん達せない。もう、だから、だんだん近づいてるんですけども、まあ、もし過半数終わっちゃえば、管理行為であったとしても、どっちがダメですか。ただその中でちょっと問題に出てきたのは、4名の中で問題に出てきたのは、地権者でない人に、金を払ってるんですよ。で、金払う根拠がないじゃないですか。で、じゃあ何の金だったのかっていう。で、しかもその地権者の人の、その相続人じゃ、もう一人の人が宗則さんの偽造文書を作った人なんです。だから賛成派の頭目でですね、宗則さんの偽造をやった人なんです。偽造をやった人がのお父さんが亡くなって、お父さんが死刑者で、お父さんが亡くなられて、その人間は権限持てないのに、
名前を書いて形から言うとお金を受け取ってる。そしたら偽造したから、ね、国家のお役に立ったから、ね、それを契約金はその人に振り込んだっていうような形になってるわけ。でも実際その人はもうお金を振り込まれてもらってるの。いやだけど、それは和牛組合の、それもややこしい話、和牛組一人一人の口座にお金を振り込むんじゃなくて、和牛組合にみんなの分を振り込んで、和牛組合からみんなに払うっていう形を取った。だから実態はどこまでそう契約した人たちが受け取ってるかは分かんない。ただ契約上は権限がない4人に4人名目で振り込んでることは間違いない。それは環境省が振り込む。もちろん国の方です。はい、じゃあそれの名目っていうのは分かるわけです。あ、名目は もちろん契約書に、どこどこに振り込むっていうことが書いてるので、それはもうもちろん今回の契約というものです。土地の賃貸料ってこと？もちろんそう、賃貸料で最初2万いくらで1年間、後で改定をしていて、4万いくらかなんかにしてるんでしょう。でも途中で偽造して作られた書類だっていうのは分かったんですよね。そうです。そしたら普通だったらお金没収っていうかではないですか。それ没収っていうことだけで済むかどうかっていうことは、国会なんかの議論でももう一回やらない。ただ普通はね、考えられないミスなんですよ。ミスってなんで？いやいや、地権者じゃない人に、そう契約を結んで、その時に普通は登記書を見てその人間かどうかっていうのを確認しなきゃいけない。で僕らは同情的に考えてたんですよ。亡くなった人の名前で契約をしていたとしたら環境省は確かめようがないじゃない。で地元の人はその人たち名前を聞いたらその人たちは亡くなってるっていうのが分かるんだけども、環境省が契約するときに登記簿と照らし合わせていたときに登記簿上の名前で契約書が作成されていたら、あ、自分の親だから自分が書きましたっていう。そういうふうに言われたら環境省の落ち度があるところが、環境省は別の名前の契約書を受け取ってたということが今回分かった。何？え？別の名前っていうのは地権者じゃない。ああ、そうですね。うん、その人は宗則さんの偽造した人の名前。名前も、ややこしいってとにかく勝っても、要するに過半数の合意はいたっていう実績を作りたいわけでしょ。そのためにその利用したっていうこと。まあそのために利用したっていうよりも、こういうのも全部後付けですよね。最初からちゃんとした手続きやるつもりはなかったの。でどんどん進めていけば国家がやることだし、サメカ村がそれに協力してるわけだし、有力者がそれにまた賛同してるわけだから、それに反対する人間はいないだろうっていう。だから後でいろいろ裁判を起こされるとか、警察に訴えられるとか、偽造で、それで慌てていろいろやりだして、でバレないだろうっていうふうに言ったら、こっちが結構裁判でキチキチ詰めていったから全部バレていった。でそれを裁判官がどう見るか、こんだけひどいのをやっぱりダメですよっていうふうにやらなかったら、もう裁判自体があるでしょうね。裁判官自体の問われちゃいます。そのぐらいのひどさだから、すごく面白い。この裁判としては面白いところが来てるんですよ。こんだけひどい実態が明らかになるってないんじゃないですかね。向こうに軍配ありようがなくなってきてるわけです。本当だったら3月31日までのあれなんだから、もう更地になってなきゃならない時期にはなってるはずなんです。
いや、それはね、まあ、契約上は、終わったら原形に服して戻さなきゃいけないっていうふうに なってるんですけども、ちょっとそこのところに行きましょうか。ドキュメント出したやつは今大体話をしたので8ページ8ページをちょっと読んでいっていただけると。はい、第1から第1、本準備書面では丸1、本件仮処分請求と原件に付した返還との関係。問題は実証実験の目的を意識し、燃やすものの汚染度やその混入割合の管理を厳密に行ってきているかにある。長かったんですけども、最初の、最初のそもそもこの、裁判で何を求めてるかっていう、さっきの疑問点がありましたよね。7月には、7月末にはもうこれ焼却が終わるっていう話になってる。そしたら、これもう続けていて もう終わるんだからもうおしまいになるじゃないかっていう。でそれを例えば裁判所の方がですね、どう判断するんだろうっていうことがあるので、そこのところは一体どうなってるのっていうことをはっきりさせましょうっていうのがその最初のところです。ではっきりさせましょうっていうのは、今回は、焼却炉を止めろっていうんじゃなくて、言い方からすると、焼却システムの操業を中止しようっていう。ほんで、その焼却炉を止めろっていうのと、そこだけを止めるんじゃなくて、焼却システムの操業を停止しろっていうのと、どこが違うのかっていうことなんですけども、こういうふうになってるんですよ。焼却、ここにそれ順序よく書きましたように、焼却炉を作るにあたって現実的にこの牧場の中に一部分に何を作ったかというこれを拡大したのがこの絵なんです。ここの一部分の拡大したのがここなんです。で何を作ってるかっていったら、環境省がここは環境省が管理している土地を借りてやってるところっていう。それで貯留施設で焼却炉で焼却炉から出てくる灰塵とかそういうのを取るバフィルターとかヘパフィルター煙突で、そのバフィルターで補修したやつをセメント固化する施設で、これをこういうものをこれを並べてみるとこういうふうになる。つまり焼却するためには牧草とかそういうのを運び入れなきゃいけないんです。でそれは搬入路を通って運び込んでいく。で一旦貯留をして焼却するときに、これ実証実験やってるんで、量をどれだけそれ牧草の放射能汚染度がどんなものなのか、でどれだけ燃やしたのか、それをちゃんと、破砕したりして調整してるところがこの貯留施設。そこでそういうことをして、で焼却炉で燃やして排ガス施設が、あってですね、でそれを補修したやつをセメント固化する。で固化したやつ、これまあ焼却灰です。これを保管して、でこれ全体を人でも含めて管理している、管理と事務所がこういうふうになる。でこれらの施設全部を焼却システムっていうふうに言うっていうふうに定義して、
その操業を停止しろということなので、もしですね、焼却をやめたときに、一番問題になってくるのはこれなんです。焼却灰の保管、これどこに保管してるの？で、今のところは明らかにしてないの。で、なんで明らかにしてないかっていうと、仮置き場と搬入路を作ったのは、サメカランダが作ったので、環境省がやったんじゃないって言ってる。だからこれも変な変だって僕はずっと言ってきたんです。できた証拠とかどうするの？で、なんとなくですね、この施設の中で埋めてるようなことを言ってる。じゃあ単に置いてるだけかどうなのか、それでちょっとですね、そこの中で計算してたんですけども、今はね、411トン燃やしてるんです。10分の1になるとしたら、焼却して10分の1になるとしたら41トン。フレコンバッグがだいたい500から1トン入るとして、40個から80個。これ、地上に置いてるはずないんです。これ高濃度汚染物なんです。周りに働いてる人いるじゃないですか。それで一応ですね、皆さんにつけてる彼らの説明20ページです。資料の20ページ20ページの下の面に、燃え殻だとか灰塵をセメント固化室で一定期固化して、で袋にフレコンバッグに入れますと。入れた後どうするかって言ったら、この焼却灰の保管のイメージというビニール引いたところに、ここに見るように積み重ねて、さらにその上にビニールを置くんです。それから埋め立てる。なんでその上にビニールを置くかって言ったら、大雨が降るじゃないですか。で、土を通して水が染み込んできてきて、フレコンバッグを染み込んでいったら、セシウムは水に溶けやすいから流れていく。それがないように上と下をビニールで挟んで、なおかつ埋め立てるっていう。埋め立てるっていうのはさっき言ったように、高濃度汚染物なんで、そこらに置いといたら周辺に影響を与える。で、このここに掲示板って書いてます。この絵にこの掲示板って、ここの仮置き場に掲示板があるんですよ。なんて書いてある？いや、仮置き場って、サメカワラの仮置き場で、もともと小学校だとかそういうところに置いていたやつを運んできてね、置いといたらあれだから、ここに仮置き場するっていう名目でやってるんだけども、当然ここに埋め立ててるんじゃないかと。それは明らかにしてる。で、それはですね、これが焼却システムの全部だとして、焼却場の管理、これどうするんだって、どういうふうになってるの。で、そこまで含めて始末しないと。だから7月末に焼却を読めたとしても、今まで吐き出していた40トン近い焼却灰をどうするの、ちゃんとなくすのということをもう一回はっきりさせよう。外心補修、セメント固化ってありますよね、はい、それにこう混ぜ込んであるということは考えられない。いや、混ぜ込んだ後、この説明ではフレコンバッグに入れて、でそのフレコンバッグを積み上げて、でビニールで上下水漏れしないように。だから多分この絵から言うと、
いっぺんに出てくるわけじゃないじゃないですか、焼却灰って。毎日毎日出てくるわけですよ。毎日 1.5 トンずつ燃やしていくわけだから、まあ、10分の1だとしたら150トンの焼却灰がある。で、ある程度、フレコンバッグに1つ、2つになってきたら、もう一回埋め立てたところを掘り返して、ビニールを開けて、そこにまた設置して、ビニールをかぶせてっていう。そう、普通に考えれば、そういうやり方を取る。で、これ、北村さんに、ちょっと連絡取って聞いてもらったんですよ。サメ川村に、担当者に。今どこに埋めてるのって。環境省が管理しているここに埋めているのか、サメ川村の前に埋めているのかって聞いた。そしたら、わかんないんですよ。なんでわかんないのかって言ったら、新任の、4月に新任になったおかげで、自分が見てないから、こんなん聞きゃいいんじゃない。ね。で、前の課長はもう辞めちゃってるらしいんです。で、ここはですね、普通に考えれば、焼却しやるときに、焼却灰が出て、それを埋め立てるっていうことまでやんなきゃいけない。ところが、それは、さっきの管理行為だとか、なんとかに関わってくるんだけども、これらの建物は終わったらなくしますって言ってるんだけども、終わってすぐなくせないのが焼却灰なんです。すぐなくせないのは、環境省がやってるんじゃなくて、サメ川村は環境省がやる前からやってますっていうふうに言った。もし焼却灰も環境省の管理って言ったら、これは期間の区切ったもんで管理行為だっていう主張自体ができなくなってくる。焼却灰っていうのはそういう意味ですごく大事なの。なんでかって言ったら、焼却灰はエコテックに持って行って10万円以下だったらセメントとかして持って行ってそこで保管してもらうという。だけどエコテック自体が賛成反対の問題があってですね、見通しついてないわけです。そしたらそれが見通しついてなかったらずっとそのまま置いとくことになるんじゃないですか。これもともとそういう計画だったらすぐ戻しますなんていうのは嘘っぽちだっていう話になるから、これをサメ川村がやったものにした。じゃあこの搬入道を使ってるじゃないかと、牧草を入れるときに。そしたらもともとあったやつを使っただけですって言ってる。これああ言えばこうね。それで僕らもしつこいからね、いや、そのね、あのどうしようもないですね、ひどい連中にはですね、言ってるしつこさが必要なんで、大平君なんかも、情報請求してですね、ここを、現実的に、ここを作りなさって、契約も何も結んでないっていうのが分かったんです。ここはさっき言ったように、遅ればせながらですね、遅ればせながらひどい契約を結んでたってことは、だからここは契約書の内容を結んでない。でもその仮置き場だってもともと仮置き場じゃなくて牧場の一角だったわけですよね。いや、もちろんこれはこのど真ん中、その中の、だから彼らが言ってることなんてほとんどですね、嘘を吐くって信じられないんですよ。なぜかって言ったら、サメ川村がもし仮置き場を作るんだとここに作ればいいじゃないですか。ね、なんで環境省がやる焼却炉と隣接したところにうまい具合に、で三河村の搬入炉をですね、ここに運ぶのに利用できるような場所にやったのかって、誰が考えたってこんな嘘っぱちだって分かるじゃないですか。本当に、ものすごい広大な土地の中のここの一角に寄り添うようにやってるわけじゃないですか。こんなの嘘っぱちって分かってるんで、分かってるんだけども、一応彼らはそう言ってるんで、それ付き合って、言ったら契約書なかった。サメ川村は契約書なかったんで、サメ川村の村長に、その他人の土地をね、勝手に使ってるって、これ不動産侵奪。不動産侵奪罪は、何条か、
刑法の何条の第二条が不動産の侵奪で、第一条が窃盗なんですよ。うん、物品を、他人の物品を了解得ないで持っていったら、要するに泥棒になるわけです。で、土地の場合はどういう言い方になるかっていったら、不動産侵奪ということになる。侵奪、侵入の侵と出すっていうのは奪うっていう。何の侵奪？侵奪、侵略。侵略の侵。侵略の侵と出す、奪うです。驚々しい。つまりそういう罪をですね、行政がですね、犯すことはあんまりないから、我々ありえないでしょ、そんなの。他人の土地に何かを作るときに契約も何もなしにやるっていうことはありえないじゃないですか。これはだからはっきり言って、あの環境省がやってきた本体工事、本体工事も全然あの業界内でやったじゃないですか。それと同じための話です。で、サメカムラではですね、こういうのを作るのにあたって、サメカムラとしてはお金は一生も使えませんと言ってるわけです。どこから出てくるかというと、環境省のこの事業の関係だから。で、見え目の嘘をついてる。その見え目の嘘をついてることに対して、その裁判所がね、それで良しとするかなって。その見え見えの嘘っていうのは、その村でも、あの村と環境省はこうつるんでるってことですか？あ、もちろんそうです。それはね、裁判所もね、わからないっていうことは聞いてね、それ裁判所もね、やめてもらいたいね。いや、まあ、やめてもらいたいっていう、ちゃんとした判断をね、この間の原発の区間処分の決定のように、これはおかしいから、差し止めるっていう、ここでそういう判決が出れば、福島県の全体に影響を持つわけ。なんでかって言ったら、それでもう一つ長ったらしくいろいろ書いてたのが、読んでいただいたのがそのことです。そもそも、じゃあここは何の実証実験をやる施設だったのか。で、資料を見るとですね、書いてないんですよ。ということが改めて分かった。あの17ページ見てください。平成25年の7月に環境省がこれを説明書を作っていて、17ページの事業目的って書いてるんです。17ページの上にこの事業の目的っていう。それで、福島県鮫川村において小型の仮設焼却炉を設置し、村内の放射性物質に汚染された農林業系廃棄物等を焼却して原料化する実証実験ですって書いてあるでしょ。これ何なのと。で、僕ずっとね、変だなと思ってたんですよ。あの鮫川村は指定廃棄物の焼却をやってですね、安全性を確認するための実証実験だっていうのは、僕自身は、本にもこの問題の爆発の問題だとかっていうことを書いたんで、この実証実験はそういうためなんだということをずっと本なんかにもずっと書いてきたわけです。で、この間、沈黙のアピールで福島県と交渉したときに、その話をしたら、キョトンとしてたんですよ。何個まで？うん。したら。そうそう。その話をしたときにキョトンとしてたんで、何だったのかなと思って、もう一回ちょっと彼らの表現の仕方だとかってやったら、原料化するための実証実験って言ったら、原料化率が伸びるっていうふうに思っちゃうじゃないですか。そうね。そんなアホなことはやらないんですよ。なんでかって、こう書いたように、全国市町村でありとあらゆる、全国、1600か700か所ぐらいの焼却があるんですよ。そこでありとあらゆるタイプの焼却炉で、焼却した、焼却する前の量と、焼却した後、
焼却灰がどれだけ出ましたかっていうデータは全部データ取ってるで、清掃事業概要っていうところで発表してる。だからどういうタイプがどのぐらいの燃焼温度であればどういう大体、まあ平均的には十数パーセントなんですけども、10分の1ぐらいなんです。で、あの20分の1っていうのはもう完全燃焼したときに20分の1ぐらいになるんですけども、まあ普通はその十数分の1ぐらいになりますよっていうようなデータは山ほど揃っている。オンライン傾斜回転度なんていうのがこんなあのバッチ式の全く特殊な焼却炉ので原因分かりを見たと他に使ってないわけです。意味ないんですよ。だから何のためかって言ったら、高濃度汚染物を燃やした時に安全に燃やせるかどうかを実験するというのを持っていきます。だからここの中ではですね、19ページの一番上に排ガス管理っていう、これが目的でないように書いてるんですよね。で、焼却に伴う排ガスはバフィルターによって処理され、排ガス級の放射性セシウムがほぼ完全に除去補修されますって書いてるんです。あの当たりさらっとですね、こういうことができますよということをさらっと書いてますよね。だけどそのこと、安全に除去補修されるっていうことを確認することの実験がこれなんです。サメか。どこまで彼らがそのひどいかって分かるんですか。実験目的さえ隠すんです。で、なぜ僕がこういうことを知ってるかって言ったら、例えば重金属だとか、そういうダイオキシンだとかですね、そういうものをずっと僕なんか廃棄物の問題、焼却問題をずっとやってきましたから、その時に汚染度が、汚染レベルが変わるとですね、今までの基準っていうのは通用しないっていうのは必ずあるんです。例えば水源汚染でもこういう燃やし方をしなきゃいけないとか、そういうのは一般廃棄物の焼却炉ではこういう規制がありますよっていうのがあるんだけども、もっと高濃度のものが大量に処理するときはどうするかっていったら、そのための安全の基準だとかやり方、新しいやり方を検討しなきゃいけないとかっていうことは今までだってずっと検討されてきてるわけです。その一環としてね、今回のサメ川の焼却炉の問題、実証実験、なぜ実証実験かっていったら安全性を確保する。高濃度の放射性汚染物を燃やしたときに安全が確保できるかということを確かめるのが目的なのに、そのことすら隠してるということをちょっとはっきりさせる。で、裁判官は多分今までの論議の中だとそういうことは分かんないから、裁判官にそれを知らせていこうという、それがまあ今回の大きなものですね。そういうことをずっと整理していって、さっき言いましたように焼却灰の問題というのはすごく大きな問題で、彼らのウィークポイントだということが、まあ、昨日の、まあ、北村さんの電話でも、新しい担当者だったらちょっと前任者に聞いてお答えしますって、それで済むじゃないですか。そんなのおかしいじゃないですか。ね。ね、そのシステムとして誰が あれしてようが、責任者が誰であろうが記録に残り、引き継ぎもなされていなきゃいけないじゃないですか。そんなのは理由にならない。だからまあどっちに埋め立ててるのかっていうふうに聞いたんです。聞いていただいたんです。そしたら答えなかったっていう。ものすごいもう答えだって。なかった。いやいや、わかりませんって。だから、こっち側と言ったら、はっきりと嘘ついたことになる。そうだよね、うん、目的は。嘘ついたことで、ね、これは、
貯留層っていうか貯留のスペースに貯留ヤードっていうところに埋め立ててるのかなと思ったんだけど、それはちょっと無理なんですよ、さっき言ったように。実験目的がさっき言ったように、燃やしたものの中に混入している放射性物質の総量をはっきりさせるためには、できるだけ細かく、粉砕したりして細かくちゃんと分けて、でそのある牧草、あるいはこちらのギナワラ、枝木、それがそれぞれどのぐらいの汚染度かという、で汚染度のものをどれだけ燃やしたかということをきちっと管理しないと、実験なんないじゃないですか。それを適当にね、普通に物を燃やす、普通に物を燃やすためにやってるわけで、10億円ですよ。まあ9億いくらって言ってますけど、もっと多分かかってるから、ものすごい金をかけてるわけです。何のためにそれをやったかっていうと、そのことをやるために、その何をやるためにっていうのを説明の中でも隠してる。隠してるから、ここのところが適当になって、まるで貯留ヤードに埋め立ててるかのような装いで、そこは言ってませんね、まあね。で、これはちゃんと調査しようかなと思ってます。嘘をつける。そうすると、さっきの、焼却システムの操業ということなので、焼却灰を残してですね、今後それはどうしますか、いや行方は分かりませんみたいなところの中で判決が出せるかどうかっていう、やっぱりそういう巻かれてる可能性もあるわけです。いや、それはね、さすがね、何せ汚染度がすごいんで、まあそれでここの施設自体が電離放射線 防止規則の適用施設になっていて、それはどういうところなのかというと、福島第一原発の各施設あるじゃないですか。今、いろいろ冷却して斜め後処理をやってるじゃないですか。あそこは電離放射線防止規則の適用施設なんですよ。ベクレル数で1万ちょっと超えるとそういう適用施設になるんですよ。だからここでそれは、労働安全衛生法の中の規則なので、ここで働いてる人間の健康問題を考えて、 それをちゃんと規則適用しなきゃいけないという、まあ、組織になってるんで、あまり変なことはできないな。だけどそういうことも含めてですね、全部蓋をして なんとか管理来い管理来いっていうことで逃げ切ろうとしていた。まあ大体そんなところはね、灰が何ベクレルかっていうのは、灰の汚染度何ベクレルかっていうのは、それはね、多分どっかに書いてたと思うんですけど、今回ちょっと全部見てないんですけども、もちろん、資料の中にはないけど、それは出てると思います。関係者の発表されてるんですよ、ね。はい、出てると思います。まあ1万前後ぐらいですよね。もうちょっと高いやつ。うん、で10万まではセメント化すれば、普通の埋め立て処分場で埋め立てていいですよっていうか、そういうふうにしているんで。うん、それはね、再生利用するやつについては、つまり、今まで、原子炉陶器製法で
クリアランスっていうか、100ベクレル、100ベクレル超えると放射性物質なので、ドラム缶に封入して、要するに数百年を保管しなきゃいけないという、そういう決まりで、100ベクレル以下だと、要するに一般廃棄物として、もう取り扱っていいようなっていうふうになっていたのが、8000まで上げちゃったでしょ、現実的にはね。だから暫定的っていうことで上げちゃったんだけども、要するに危険なもんなわけですよ。人形峠で裁判の問題になったやつが数千ベクレルなんです。8000よりはるかに低いんです。だけど有罪判決が出て、ちゃんとそれを国が撤去 しなきゃいけないって判決が出て、で国は保管方法困っちゃって、アメリカに持って行って、そのどっか近くなんかに埋めてもらうということをしてたんですよ。だからそういうレベルのものなんですよ、数千ベクレルっていう従来の基準で言えば。それをその今は暫定だから、そんなことやりだしたらもうしっちゃかめっちゃかになってどうしようもないから助けてくれっていうのが放射線対処特措法なんで、まあずっと厳密にいろんな方向から考えていったら、今やってるやり方自体は本当にとんでもない状況になっていると。多分国はまともにやり合ったらどんどんボロが出てきてやばいから、やっぱり逃げるとしたらやっぱり管理行為とかそういう方向で逃げてました。いや、ただね、国も そういう判決をもし裁判所に出したとしたら、多分上告してですね、争うぐらいのっていうのは私有権自体を認めないような感じになってくるわけですよ。で、こういう時代は山ほど今までもあったと思います。道路建設だとかそういう時に共有地を道路が横切るからそこを了解取らなきゃいけないという事例は山ほどあって、それで搬入道を外したかったっていうのは、そのこともあるんじゃないかなと。搬入道ね、搬入道っていう、搬入道でもしこれ裁判を争うって言った時にこれは暫定的なもんだとか何とかっていう、そんなのは、そんなこと言ったらですね、道路がちょっと使う予定だったんですね、もう今のところあと2年ぐらいで終わるそうですって言っちゃえば、どんな道路でも作れちゃうっていう話になってくるから。だからこの裁判は実に面白いと思います。どこがね、多分従来と違うかって言ったらね、住民が、いわゆる住民が、市民側の主張で物事を考えようというふうにしてないんですよ。法体系の中でどういうふうに決められてきてるのかということで話をしてきてるので、ある意味で役所の話とは噛み合うんです。で、噛み合ってきたら彼らがどんなにデタラメだったのかっていうのを明らかにしていく。なんだですね、その被爆による影響でどんな影響を受けることになるんだとか、そういう議論も大切なことは大切なんですけども、そこではやってないんです。まあ、意味では住民監査と、住民監査から行政訴訟をやったときと同じような、住民監査から行政訴訟の場合も、お金、財務会計上の問題に絞らなきゃいけないので、その問題はとりあえず置いといてっていう話になるんですけど。
最後のところ、じゃあ、第4のところちょっと読んでいただくのが、13ページ、お下の方。で全体の、写真っていうのは、これ結構あの普通の印刷機でやったらよく出てますよね。22ページに大体こういうものが置いてるっていう。書類一番目。2番目までが貯留ヤードと貯留ヤードの中の様子の写真ですね。だから破砕機があってそれを出来にっていうか一定量に一定量にまとめてで想定量を測定して焼却炉に投入するというかそういう流れに、ここには埋め立てられませんよね。これ施設前景の写真によれば、なんか1階部分の高さまでこう穴を掘って作ってます。これ本当はね、電離放射線防止規則に基づいてだったらちゃんと覆っとかなきゃいけないんですよ。この間見たら爆発事故あった時に大気環境中にどういうふうに飛散するかっていう話があるんで、そういうことも書いてるんですけど、もうとにかくあれですよ、もうめちゃくちゃですよ。僕は厚生労働省と爆発の後電話でやり取りしたんですよ。で、あそこ電離放射線の防止規則の適用地域だろうっていうふうに言ったら、そう答えられないとかね、こんなこと答えられないって言ってるんだとかっていう。私1回だけ行ったことあるんですけど、まあ、ここまでは行けないけど、入り口はどっち、あ、そうですか。この白い建物がここから入る感じ、道路からは見えなかった。道路からは見えないんだよね。この写真だと堀を掘って施設建ててますね。この辺草だよね、これね。すごい掘り下げてますね、それで見ると。
高台のところ。この木の壁がどうかな。あの時なんか白っぽいの見えるでしょ。こういうのって見ました。見えるんですね。この写真のこの延長上というか、がに仮置きはありますよね。解体したら、この掘り下げてるとこ埋めちゃえばいいんですか？うん、絶対そう思う。私、だから灰をここで取っちゃって、灰を埋めて、そのコンパクトあれして、平らにしてね、何もなかった風にしちゃうと。なっちゃいますよね。初めてはそんな計画だったようなね。埋めちゃったり。埋めちゃえば。なんかバレてもいいっていう感じでやってません、すべて。みんなよ、ね、もうなんかなし崩しですよ。そんな子供騙しだよ。子供騙しだよ。だって特捜法だから何やってもいいっていう。そりゃそうだけど、ふざけてない。いやもうなんかいいんじゃないですかっていう感じをしても、どこ見てもだってやりたい放題じゃないですか。だって今トラックでバンバン掘った土運んでますよ、平気で。筆コン入れてないですから。もう今日も3台後ろ走って嫌だと思って、まあ、あとあそこのビバホームとかすごいですね、うん、女性全部コンクリート剥ぎ取りましたよ。あの駐車場だったでしょ、ビバホームの後横塚横塚、あ、横塚は閉店になって閉店パチンコ屋さんになるんだって。パチンコ屋さんあれは女性じゃなくて工事だよ。工事だからあそこだって女性と工事と一緒ですよね、結局ね。まあそうかもしれないけど、だからあのコンクリートどこ行っちゃったのって感じ、うん、前田はあれですか、うん、前田はまたやっちゃうかい、やっちゃうリサイクル、リサイクル、あそこに運び込むしかないですもんね。だろうね、アスファルトは。まあただね、今回ものすごいいろいろ人の実態が現れてきたっていうのは、ミノリさんがね、訴えてくれたんでそういう訴えて裁判になったから、彼らは逃げられないんじゃないですか。だから彼らの釈明だとかっていうのを出してきて、いろいろなことが分かったんで、相手にしないのか、普段は。なぜ国家ですから、省庁に。見せれちゃってね、国訴団、第二次国訴すぐ却下だしね、もう何なんだろう、まあ兄弟会社なんだろうけど、なんかそんなことってありえんの。いや、ありえないですよ。だからこんなのを民間がやればすぐチェックされて、そうですよね、平気です、民間がやれば。で、行政も普通はこういうことはやらない。特措法ですか。それ今回ね、僕なんか初めて環境省を訴えた時に、法務大臣が被告の答弁の責任者になるんです。つまり国家として環境省をやったこの適当さを国家として守るっていう形に。適当さを守る、そういろいろ受け答えして、ただ多分もういい加減にしろっていう、向こうで内紛が起きてくるんじゃないかぐらいのひどさですよね。もうちょっとちゃんとやれよと、訴えられた時のことを考えてちゃんとやんなさいっていう言いたくなる役にも出てくるんじゃないかなっていう。でもこれあれでしょ、やはりサメ川村が入ってることによって、うん、余計こういうふうな悲惨な形になったんですかね。いや、結局国家は最終的に国家の役人官僚たちが罪に問われないように何かがあったのに下に押し付けるっていうか、うん、罪に問われないって今度のやり方もそうだもんね。本当にこの間国訴団のあれで古賀さんの話があったんですが、古賀さんは面倒くさいことやって、もうとりあえず、うん、自分はあれだからって上に上げるって言ってたけど、これまでじゃ下にしたそうだよ、ね、反対の先送りじゃん、上送り、下送り下送り、下送り誰も責任を斜め、そのうちただね、どっかでね、やっぱり彼らに
体に合わせておかないと、あの彼らの適当さがね、僕その中小企業の技術顧問なんかやってたじゃないですか。もうね、中小企業だとかっていうところがだんだん国のやり方だとか、あの国家が一応ですね、法律に基づいてちゃんとやってるはずなんですよ、今まではね。で、あの県から市町村に行った時にやっぱり適当さがやっぱり出てきてしまうというか、でそれでも最終的には国がいろいろ是正措置をしてちゃんとやるようにするっていうようなね、それがあの国がこの手いただくでしょ、うん、そしたら全部食われてきますよね。食われてますよ。上がそうやってるんだから俺たちはもうちょっと人気やったっていいんですよ。サメ川村だからってバカにしても完全に見通しね、勝つことしか考えてない。だからここでね、どんでん返し食わしたらすごいよね。サメ川って青ザメ川ってな。まあ今の段階で福島県全体に対して、先にちょっと繰り返しになりますけども、その岩見さんがあの計算して、で 53% から 78% しかバグフィルターに捕捉されていない、 20% は大気環境中に放出されている可能性があるっていうのを、あの排気ガス学会で発表してくださったっていうのがすごく大きいです。で今まで、99.99% 論、国の 99.99% 論は大阪さんの国立環境研究所の廃棄物資源循環センター長の大阪正弘さん の主張で、彼が実験やってるんですよ。お前さん実験しなさいよということで実験結果発表してるんですよ。でその実験結果を岩見さんがあの大阪仮説、環境省仮説って言わないで大阪仮説って言って、それに対して岩見仮説っていうふうにぶつけてですね、あんだけやっぱりあの議論を噛み合わせるような発表を学会でやったっていうのは初めてじゃない。150人ぐらいのもう全国専門家ですよね、あちこちの大学の教授だとか国の研究機関のあれだとか、そういう人たちが参加している中で、そういうふうにあなたの仮説が間違ってるっていうことを堂々と言っていったわけです。でそれを無視できないと思うんですよ、裁判官は。で、あのこの判決がまあどういう話、本当はこういうこの議論の中で、じゃあサメ川 のこの間佐野さんが計算したやつに対してその計算がどのこのっていうことで、環境省はあのケチつけてきてたんですけれども、あのそんなことの前に、じゃあ今までのデータで環境省は何パーセント除去できてるのかっていうふうに主張するつもりですかっていうね、それがあの裁判の中でどこまであの認められるかっていうことは分かんないんですけども、そのことが大きな課題として、まあ県に対して通っていくっていうか、バグフィルターって目詰まり具合で除去率、全然通過率も違うじゃないですか。あの、うん、それは、そして1回だけじゃなくて、うん、目詰まりしたらバーッと落として振り落として、はい、あの新品同様にまず、ね、でっかくして、はい、またなそれを何回か繰り返すんでしょ。はい、だからどの時点の通過率を捉えて言ってるのか、平均して言ってるのか、それはね、現実的にはあの何百本というフィルターがあって、それを順次あの振り落としていくことになるんだけども、そうすると振り落としたゴミを振り落としたところは通過が良くなるんでしょ。そしたらそこにガーッと集まってきますよね、うん、だからそういうことを繰り返してるんで、あの、ゴミ弁連の梶山さんはあのうまい具合に言ってるんですけども、
確率的にしか取れないと言ってるんです。確率的、つまり 100% 取りませんみたいなことは、ワグフルタメーカーは言えないんですよ、決して。でしょ、うん、だからそれをもっと表現やるとですね、確率的何パーセント取れるっていうような、このバグフィルターであれば何パーセント取れるみたいな言い方ができなくって、確率的っていうか、その時その時によってですね変わってきますよっていう、でしょ、うん、そういうもんなんだっていうね。そりゃそうですよ、振り落とさなきゃいけない。振り落とした途端に、例えばだからダブルっていう考え方を持ってきたわけ。あ、ダブル、あのヘッパーフィルターをつけて、ね、だからっていうことは、人へでは役立たないというか不十分であるっていうことを認めるわけでしょ、うん、じゃあ二重にすればどうなのかっていう、それはその倍の確率で取れることになるかわからないんだけども、一つだけだったら今回のもので、80% しか取れないというかね、よく言って、ね、80% しか取れないっていうレベルだと、もう全然なんかやもんね。その2つは合わせて、じゃあ何パーセントになるのっていう、 99% が 99.99% に何かなんですね。で、だんだんこういう話をずっと長い間やってきたので、実際製造模擬メーカーで働いてた人たちの情報だとかそういうのも入ってきてるんで、ね、だから取れっこないでしょっていうのも簡単に言いますよ、うんうん、最初から言いますよ、でも国は今でも 99.99% のものを彼ら最初使ってたんですよ、うんうん、で、最初はですね、京都大学の高岡さんが PM2.5 をどんだけ、バグフィルターで取れるかっていうので 99.99% で、その高岡さんの論文を使って、小さな物質も含めて、その PM2.5 ミクロン程度の微細粒子に付着することになるので、 PM2.5 が 99.99% 取れてる、だからバグフィルターで取れてるんで、 PM2 放射性物質も付着するから取れるはずだっていうことで最初進めちゃったんです。そしたら、まあ、やはり大阪さんそういうことを主張するんだったら自分でも実験やってやる必要があるんじゃないかっていうんで、今度自分で実験したやつを2012年の1月かなんかです、清掃なんとかっていう学会誌に発表した。その発表したに基づいて環境省が 99.99% 取れるっていうことをずっと長い間言ってきた。で、今回、まあ、真正面から井上さんがその大阪環境省が、ベースにしている大阪仮説に対しておかしいということで、まあもう前面からですね批判している。大阪さんのやつはバグフィルターの前で補足されたものと、バグフィルターの後で補足されたものを
まあ割り算ですね。割り算した。割り算で示していて、でこの割り算したら 99.99% だったっていう。それで、これを両方通過するやつがあるだろう。岩見さんがね。でこれが 0.3 ミクロンの穴だから、0.3 ミクロン以下のやつはとかガス状のやつは取れないから、だから本当は焼却炉に投入した量とこれら、バグフィルターで、まあバグフィルターだけじゃないんですけども、補足されたやつを引き算をしてやらないと本当のところは分からないよと。投入され引き算じゃないと分からないんです。割り算だと分からないんです。そのことを岩見さんは主張して、これはもう誰も納得します。もともと投入された量でバグフィルターで取れた量、焼却灰に混じっていた、放射性物質の量、そういうのを全部集めて、投入した量と途中で補足された量を引けば、でこれで計算したらさっきのこういう形になる。それは時間とか理由は関係ないんですか？細かく言えばそういう問題があると思うんですけども、ただ一定時間内でという、まあ多分1日単位ですよね。まあ、バッチリなんでね、サメからの感じが。これはやっぱり今までの。彼らは多分反論できないのね、もうこれについては。でこういう実験をやるべきだっていうのは326の結成の時にも静岡の島田市の実験データで野田隆弘、彼が一応計算して発表したんですよ。でもっと細かく、まあ学会のようにして問題にならない感じで計算して発表したのが岩見さんの発表です。だからそれはこれからすごく使っていけるっていう形にはなると思います。とりあえずちょっと皆さんも言われましたので、とりあえず今の話はとりあえずそんなところでよろしいですか？他になんか。